命日です。長崎市高台寺では記念の法要が行われました。19世紀に2度にわたり来日したシーボルト、江戸時代の日本に西洋医学を伝えました。シーボルトの命日の今日、長崎市高台寺ではシーボルトが息を引き取った時間とされる午後2時に合わせて法要が行われました。法要にはドイツ在住でシーボルトの子孫のフォン・ブランデンシュタインさんをはじめ、国の内外から研究者らおよそ70人が参列しました。参列者は高台寺後ろ山に眠っているシーボルトの妻・滝や娘・稲などの墓参りも行いました。